ほーこんにちは、関夏です。はい、今回の動画はですね、私の一人暮らしのお家のルームツアーをしようかなと思います。はいこのお家に住んで1年ぐらい立つんですけど、このお家が私にとっての初めての一人暮らしで、いろいろ家具とか1年かけていい感じに自分の好きなインテリア集めて、自分の好きな装飾してとか、いろいろやってみたので、もし参考に、誰かこれから一人暮らしする人にとって少しでも参考になればいいなと思って、よかったら見てください。ではレッツゴー。はい、まず玄関です。はじめここのこの開いてるのがちょっと気になって怖かったんやけど、すりガラスになってたから全然正味中見えへんかった。でこんな感じで靴が並んでおります。ピッ、靴が並んでおります。このあのかわいい、これはコンバースの真っ暗な韓国で買ったやつです。で、小物をいっぱい置いてるんですけど、タイに行った時に買った写真立て、これちょっとレイジーすぎて中に写真まだ入れてないねんけど。で、これは昔から使ってる香水、ビクトリアのやつ可愛いから置いてんのと、ここ見て、タイで買った3体のゾウさん。こういうのってさ、なんか多分3体ぐらいおった方がさ可愛いやんと思って3体も買っちゃった。ほんでこれなんかお風呂に入れた時にブクブクってなって中から出てくるやつの中で出てきた、友達からもらったやつ、アヒルでこれはリップになってるんやけど、おばさんからロンドン土産でもらったやつ、かわいいかわいいミニミニゾーンで、ここに私の最近使ってるイヤホン、ソニーのやつを家出る間際につけるからこう置いてるのと、香水たち、白のね、これいっぱい買ったらもらえるやつ、いい匂いで、これザラのジョーマローンコラボかな、確か。これめっちゃいい匂いなんよな、柑橘系の。でこの辺はマーク・ジェイコブスとかのミニミニ、空港で買えるようなミニミニ香水をいっぱい置いてます。かわいいねんこれ、見た目が。でこれシャネルのポップアップで母がもらってきたやつ、かわいいから置いてる、ナンバー5で、ジョーマローン、これもお土産でいただいた、おばさんにお土産でいただいたやつで、めっちゃいい匂い、使ってます。でハンカチ類があって、でヘビロテしてる靴はこの辺の上に置いたりとか、これめっちゃかわいくない、これとか、これが最近のお気に入り、かわいい。これも最近よく履くな、なんかさ、アディダスのサンバ流行ってるくない、流行りに乗っかって。これは買ったんはもう5、6年前、母が買ったやつやねんけど、もらっちゃった。こんな感じで置いてます。最近は履けてないけど、めちゃくちゃ可愛い、これ友達にもらったカナダのお土産、こういう靴とかもあったりするんですよ、実はね。可愛いね、可愛い。これは高校生の時に無理して買ったカルバンクラインのハイヒール、マジで履いてないはい、これが玄関でーす。たらー、ほんで玄関を抜けると、これ引っ越しの段ボールが来て、これからパッキングするんですけど、で引っ越し解約届があるのと、これは新卒の時から使ってる洗濯機ですね。ちょっと中壊れてたりするんやけど、まだ6年目元気に動いてます。はーい、でどんどん引いてきて、だーん、キッチン、キッチンはこんな感じ、二口コンロで調味料とかこの辺置いたりして、こんな感じでかけてるでこれはちょっとなんか気持ち可愛いから置いてんねんけど、誕生日に友達からもらったワインじゃないねん、これぶどうジュースの瓶で、これも誕生日に友達からもらった、こう見る、こうウィーンってなって、胡椒とか削ってくれるやつ、これは最近シリアルを食べるので入れてますっていうやつと、この辺さっき洗った食器
がいっぱいいますね。やばい汚い。これドイツで買った信号機のマークの T セットで、これはタイに行った時に買ったタイティーのお茶って感じです。これはニューヨークで買ったやつ。これイケアイケアイケア、可愛くない？これ友達とお揃いで買った。でこの上にまあいろいろあの調理系のやつとかが入ってたり、いろいろ入ってたりします。はいって感じ。シンクでこの下にいろいろ入ってます。こっちに行くとダーン、キッチン横の冷蔵庫とかもろもろこんな感じの冷蔵庫を買っちゃった。でもこれめちゃくちゃ、これ楽天で買ってすごくいいんやけど、かわいいんやけど、これ上が冷凍庫になってて下が冷蔵庫なので、あのかがんで入れないとあかんっていうのが難点ではあるけど、見た目はすごくかわいい。かわいい。はい、電子レンジもずっとね6年ぐらい一緒にいます。これ友達が誕生日で買ってくれたワッフルメーカー、これ友達が引っ越し祝いで買ってくれたケトル。友達に生かされてる。で日立の電子レンジと、この下はねの紅茶とか水煮とかスケを入れてまして、めちゃくちゃ可愛いのよ。これはあのシンガポールでの、TWG で買った紅茶、これもクリスマスティーでまだ飲んでへんねんけど、可愛すぎて開けてないけっていうのと、この T2 っていうメルボルンの発祥のあのお茶がすごく好きで、この間行った時に買ってめちゃくちゃ美味しくてっていう話をしてたら、この間友達がオーストラリアに行ってまた追加で買ってくれたストロベリー&クリームって美味しそう。これまだ飲んでない。これチャイティー、チャイも美味しいよね。チャイも美味しいし、これはベトナムで行ってってくれて買ったファスティー、お味噌汁もろもろ、他の紅茶とかもいっぱい入ってる。で薬系、ここはレトルト系、ゴミ袋とかいっぱい入ってる。でペットボトルとか入れてるのと、全部無印、このこいつも無印、いろいろ探し回った結果無印がベストでしたっていう感じ。この辺ちょっと掃除のやつを入れてます。で洗面所はまた戻ってくる。はい、ここから廊下をこっちに来て、はい、お部屋に入ってきました。めちゃめちゃ私の可愛いお気に入りゾーン、可愛い。こういうね紐で吊るしてみて、あの思い出のドライフラワーとか、これはメルボルンで買ったあのアート展のやつ、ポストカードで、これこういうドライフラワー、これ結婚式でもらったやつをドライフラワーにしてみたとか、友達との写真、これはおばあちゃん家からもらってきたタイのあのなんて言うんやっけこれ、あの布とかを置いてたり、これはロンドンで買ったアリスのやつで、このゾウさんはタイで買った、かわいい、めっちゃ家族でみんなで買ってお揃いにしたっていうのと、この辺もこれはアクセサリーを入れてる系、引っ越しでねあのガムテープ貼りまくってめちゃくちゃぐちゃになったんやけど、そうこれはアクセサリー入ってるのと、飛行機でもらったブルガリのボディクリーム、まあ、全然使われへん、ブルガリっていうのがおしゃれすぎ、妹めっちゃちっちゃい時のやつずっと置いてる。どうかアクセサリーこの辺にいっぱいあります。この辺とかね、じゃら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 、かわいい。この手は、アーバンアウトフィッターズ、この手とこれはアーバンアウトフィッターズっていうところで買ったんやけど、すっごいかわいくない？このリングをここにはめてます。
こんな感じでリングをはめてます。使ったやつとかで、これもこれはお香を立てておくやつ、こう粉が落ちてるけど。でこれはビクトリアシークレットで買ったトラベルパスポートケース、これも可愛い。あ、これガチャガチャでゲットしたお猿さんここにペンを置けるの。ここによく使うヘビロテアクセサリーとかを置いてます。私はよくこのシャネルの母が使ってた指輪を、ヴィンテージの指輪をたまにするのと、あとティファニーのこれもめっちゃ使う、お父さんが母にプレゼントしたやつらしい。かわいいよなこれも。とかこれおばあちゃんが持ってた指輪を拝借したり、人のものを基本的にもらってる。あとこれは誕生日に友達からもらったマリークアントのピアス、これもかわいいみたいな、ヘビロテゾーンです。でこの辺はいろいろなんか筆記用具とか入れてる。でここの中は戸棚なんですけど、こんな感じ、ちょっといろいろメッシーなので一旦隠しますこれは引っ越しの時に友達が一緒に組み立ててくれたやつで、さっきまでこうずっとテイラーを見ながら作業してたので、テイラーを流してるミニ、これもおばあちゃんからもらったミニテレビと、これ最近買ってん、花瓶用と思って。で私にとって大事な毎年大事な日があるんですけど、4月3日に買ったスイートピーが咲いてます。ここにかわいいね、めっちゃかわいくないこのスイートピー。なんかダスティーピンクみたいなやつと、なんかスイートピンクみたいなやつとオレンジと買ってみました。かわいい。ちょっとここの辺配線がごちゃごちゃなんですけど、ここでこのねポータブルの充電とかしてたりしますこれは去年母にプレゼントしてもらった、なんか香水自分でカスタマイズできるやつ、めっちゃいい匂い、ちょっとシャンパンのワインの甘い感じとすっきりした感じを混ぜた香水と言いながら、ルームフレグランスみたいな感じでも使ってる最近です。でこれもはタンス、いろいろ服とかニットとかがいろいろ入ってます。でお部屋、こっちはねクローゼットなんですよ。クローゼット、ショート動画とかでも上げてるので、なんかすごいオープンになってるところも空いてたりするんですけど、はい、いっぱい入ってますね、パンパン。はい、この辺の私の大好きゾーンに行きますか。めっちゃ可愛くないですか、やば可愛いこれはねまずねニトリで買った、あ、じゃあイケアで買ったルームライトなんです。ほらついた、ほんまに1000円とか2000円とかやった気がする、めっちゃ安かった、かわいいのよ、クリスマスの時期に売ってた。でこれはなんか服から、もう捨てちゃった服についてた可愛かったやつやから置いてるのと、これはベトナム行った時に買った提灯、かわいい置いてる。これはタイで買った、なんか馬が可愛すぎて、こういうのかね、雑多な感じが可愛すぎてさ買っちゃったやつを吊り下げてますっていうのと、このドライフラワーは転職というか退職、前職を退職するときに同期の女の子、めっちゃおしゃれな女の子からいただいたお花です。ずっと飾ってある、これはどこに引っ越しても。でこれはスペインで買ったステンドグラスのデザインのインテリア、あーめちゃくちゃ可愛くないですか。思い出のものを全部貼り付けてるんやけど、これはモロッコで確か買ったかな。でモロッコでの写真がここにあったりとか、
これスパイダーマン、これなんでやったかな、これはスパイダーマン店かなんかに行った気がする。これザラで買った、ザラで T シャツを買ったらついてきて可愛いから買ってる。シャネル店行った時、このね、ここをピアスのやつにしてたりするんですよ。可愛い。なんか私さ、金属アレルギーで買ったもののつけられへんみたいなピアスめっちゃあるから、そういうのを画鋲代わりにしてたりする。これは台南で買った、ストレンジャーシングス店で買った、これは LA のディズニー行った時に、2017年に行った時に買った台湾。これはなんか東京の美術館かな、イソップ、友達からもらった、友達との写真、ティプティーク、友達からもらったやつ。これタイで買った、これもね思い出なんですよね。私の、おばあちゃんのお家が去年引っ越してしまったんですけど、そこの家にずっと置いてあった可愛いイルカの、ギリシャで買ったって言ってたかな、タイルを貼ってるね、永遠好きなテイラースウィフトで、これもアーバンアウトフィッターズで買ったタロット風のタペストリーやねんけど、めっちゃ可愛いと思って一目惚れして買っちゃった。でこれは白で物買ったらついてきたやつで、ダーテイラースウィフトのタペストリー、エラーズツアーのね、もうやばいよなこのツアーは。またよかった、私がテンション爆上がりなやつを2月の、Vlog で上げ、あ、1月の Vlog、 あ、2月の Vlog かで上げてるので見てください。これもねアーバンアウトフィッターズで買って、これ私アーバンアウトフィッターズのお店が好きでよく買うんですけどって感じで、お部屋はこんな感じ。ちょっと今コードとかをそこに置いてたりするんやけど、このね絨毯もアーバンアウトフィッターズで買った、すっごい可愛いね。これほらピンク紫クリーム系の色の絨毯です。でこれは IKEA かなで買ったミニ椅子、これなんか意外と万能で、なんかここでちょっと作業するときとかに使ったりしてる。あ、これはちなみに白の、私ゴールド会員なんですけど、ゴールド会員がもらえる特典のやつのヨガマットを引いて、最近はね毎朝筋トレをしてるね。でここでビーズを作ったりするので、ちょっと今ごちゃごちゃしてたから直したんやけど、ここに置いて作ったりしてる。ほんでちょっとここにボディクリームが、オーストラリアのブランドのジュリークのボディクリームが置いてあったりとかで、あ、ちょっと今隠れてるんですけど、おいで出ておいで、だらー、ビートルズのレコードも置いてます。これもおばあちゃんの家にあったやつをもらってきた。でここにはいっぱいの夏服、この下にもね実は夏服があるんですけど、夏服置いてるのと、あ、これ筋膜ローラー、この辺化粧品ね。って感じです。で大きな鏡、姿見をここに置いてるのと、ここのねかけれるところがついてて、それにタイの、これもタイで買ったやつで、シャネルの袋が可愛いから誕生日でもらった、母に誕生日でもらったやつをずっと置いてたりとか、これネットフリックス の, ポップアップ行った時に、初恋のゾーン、じゃあエビニーインパリスかなってもらった鍵、何に使おうと思って置いてる。でこの辺は最近リメイクした服をかけてたり、ちょっと長めのワンピースを最近買ったやつちょっと置いてみたりしてるやつだ。こっちにはブルーノマーズ、あっちにはテイラースウィフトがいるんやけど、これは何年のツアーやろう、多分7年ぐらい前のブルーノマーズのムーンシャインジャングルツアーっていうやつやねんけど、私は確かこれ行ってなくて、あ、そう、私は行けへんかってんけど、家族みんな好きで家族全員行ったから、ポスターだけ買ってきてもらった。これはずっといる。でここにもちょびっとポストカード的なものを置いてます。私の大好きな銀座のお店アポロのカードとか
これはシンガポールのやつかな。台湾。これどこのやつか忘れちゃった。これアーバンアウトフィッターズで買ったらついてきたやつ。はーい、ここがベッドでーす。セミダブルのベッドを置いとって、これはアーバンアウトフィッターズで買ったあのベッドシーツで、枕もそれ。ディズニー、これどこやっけ、フロリダのディズニーかなで買ったシンバちゃん。これはシンガポールのナイトサファリパークで買ったトラかわいい、イカツメ、ベイビーイカツメぬいぐるみを置いて寝てます。ハリウッドで買ったこれとか置いたりとかって感じで、あとこの辺はデスク周り、丸テーブル、これ新卒の時から使ってるテーブルで、新卒から使ってる、リモートワークでもこれ使ってるガバガバな黄色い椅子、かわいい。これはフランフランで買ったあのクッションカバーです。でパソコンはこんな感じでいっぱいシール貼ってるんやけど、これパソコンのね、あのこれめっちゃいいよな、あの背筋が正しくなる、ちょっと位置がこうずれることによってあの背筋が伸びるやつでここに携帯とかを置いて仕事したりとかね、ちょっとかわいいグッズを置いてみたりとか、文房具この辺置いてみたりとか、観葉植物さんちゃんがここにいます、モンステラです。最近ねちょっと冬が終わって、あの新しいこの子が生えてきて、もうちょっとで開くと思う。とかスーツケースいつでもパッとあの帰省できるように置いてたりとか、これかわいい、これめっちゃかわいいね。これはモロッコで友達とね3人お揃いで買ったあのマット、玄関に置いてたんやけど今はちょっとここに置いてみてるって感じで、あと別の観葉植物ちゃんがいまして、この辺はちょっと汚いのであんまり見せれないんですけど、書類とか大事なやついろいろ置いてるのと、あのカタンとか、これあのゲームめっちゃ面白いで、あの辺はちょっとあの学校の書類とかはまあガサッと置いてるのであんまり綺麗じゃないんですけど、こんな感じです。かわいいモンステラ。玄関から入って、こっちが洗面台になってます。イエーイ自分で描いた絵めっちゃつれてるわ。こんな感じの絵を描いたと、トイレいろいろあそこに入れてるのと、こんな感じ、コンバースの箱にトイレットペーパーを、もうちょっと引っ越しやから継ぎ足してないんやけど、トイレットペーパーを入れて隠してます。でこれはいらんくなった香水、いらんくなったっていうか実家にあった昔のディオールの香水をこうトイレットペーパーにシュッシュッシュッてしたらいい匂いするかなと思って置いてるやつと、この辺がスキンケアのやつをバーっと置いてるんやけど、なんか最近はこういうあの皮膚科でもらったやつばっかりつけてる。白、これは結婚式でもらったリファ。白は大好きなのでいつも白でスキンケアしてたんやけど、最近は化粧水だけ塗ってこの皮膚科でもらったお薬を塗ってるって感じです。これ友達からもらったディプティーク の, あのハンドソープ、これはハリーポッターの舞台見に行った時に買ったコップ、でクッシュもいっぱいあるんで、これ友達にもらった名前が刻印されてるやつだったり、このリファもおばさんからのいただき物って感じです。でこれもね飾ってるんやけど、友達からもらった風呂敷みたいなやつです。でこっちに側行くとお風呂があります。ちょっと今はタオルを干してるんやけどって感じのところです。
ここのね、ここタイルになってるんやけど、これが一番初め結構気に入って決めたところはあるこのタイルが素敵と思って、で鏡もすっごい広いし、ほら全部鏡っていう、ここのスポットが結構お気に入りで、このうちを決めた感はあるねって感じです。はい、こんな感じのルームツアーでしたどうでしたか。ちょっと私は大型の大雑把な性格なので、いろいろあのごしゃごしゃガシャガシャしてるミニマリストとはほど遠い感じのお家に住んでるんですけど、はい、ちょっとでもあの参考になったらいいなと思ってます。はい、で実はですね、この1個前の動画でちょっと喋ったかもしれないんですけど、あの来週2週間後に引っ越しすんねん。だから引っ越しするお家はちょっとね、もうちょっと広いお家になるので、そのまずエンプティー、あの空っぽな状態のあのルームツアーをしたりとかもしようかなと思ってるのと、このお家の家具が全部なくなった状態で動画も撮りたいなと思ってるので、もしよかったらチャンネル登録していいねして待っててください。では最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。